ジャニーズ JR2 大ドーム公演23年ぶり開催が話題も2019年の悲劇再びの可能性ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますジャニーズ JR200 人が総出演する東西のドームツアーが7月に京セラドームを大阪 8月に東京ドームで開催されることが29日に明らかになった。JR だけのドーム公演は2000年以来23年ぶり。昨年あたりから関東ではヒージェツを飛び少年、関西ジャニーズ JR では A へ。グループとリル関西などの人気が目覚ましく、デビューしていないながらグループの単独ライブはチケット入手困難となっていたため、ドーム開催が期待されていた。 28日に、ジャニーズ JR の公式ツイッターが開設されると、翌29日にフォロワーが20番人を突破。ドーム公演と同時期に開催される関東の恒例ライブ、サマーペラダイスとサマステライブ、仮、関西の大阪小竹座公演と合わせて、観客総動員45番人を見込んでいるという、創業者の小ジャニー北川氏。 去年87による性加害問題で、ジャニーズ事務所は心のケア相談窓口と外部専門家による再発防止特別チームを設置、3人の社外取締役が就任した。しかしながら、所属タレントは3月に22歳定年制度がスタートして、活動続行が困難と判断されたミツル22歳の JR は退場。 5月にはインパクトオーズが7人まとめて退場。三宅県43、元キングプリンスへの平野市要26、と神宮寺ゆうた25も合わせると5月に10人も退場している事態にはやや手遅れ感が否めない。先輩ジャニーズの大量離脱は東西で250人近くいる JR たちにとって超約のチャンスでもあるのだが悲劇になることも 今を去ること4年前、2019年8月8日に東京ドームでコンサートを開催。ステージ上の大型モニターで、シクストーンズとスノーマン、総称スノストの2020年同時 CD デビューがサプライズ発表され、大歓声に包まれたが、同時に悲鳴も上がっていた。スノストと同世代のトラビスジャパン。 トラジャのデビューがないことを示し、トラジャのファンが号泣していたのだ。同時に宇宙シックスとスノーマンのグループ兼任だったメグロレン26がスノーマンに選任することが決定。宇宙シックスは自動消滅となった。トラビスジャパンや宇宙シックスのファンにとっては残酷な発表で、ジャニー氏と株式会社ジャニーズアイランドの滝沢秀明社長に一部ファンは無反発。 未だに夏のドームにアレルギー反応を示すファンは多く、ツイッターで同時デビューがトレンド入りした。エンタメライターの伊藤宮美奈子氏は、時期デビューはハーイビ、ヒージェツを飛び少年の総称、とええ。グループが規定路線というが、その一方でこう分析する。 ジャニーズがフジテレビ系バレーボールワールドカップの開催期に合わせて4年に一度グループをデビューさせていた1990年代はメンバーの大半が10代。ヘイ・セイ・ジャンプは平均年齢15、2歳、セクシーゾーン王をその記録を抜いて事務所史上最年少の平均年齢14、2歳でデビューしました。 しかしここ数年は、下積み経験が豊富な20代 JR のデビューが主流。本来ジャニーズは、初夜記録を掲げることが多いだけに、予想や希望を裏切るウルトラシーもゼロではない。デビューできなかったグループが出ないことがベターですが、どうなるか。8月のドームで悲劇が再現されないことを願いたい。